はい、皆さんこんにちは、大気モデルスでございます。今回はね、待望のダンバイン72分の1スケールオーラボトラーダンバイン、ね、ドゥンビネートも書いてますけどね、はい、ダンバインね。はい、やっていきたいと思います。はい、安心してください、ちゃんと買ってますよ。はい、これキューキットの箱絵ね。あ、キューキットの箱絵と比べると、キューキットのここら辺にね、このヴィランビーがいたのかな。どうなんでしょうね。背景の絵もね、描き込まれててかなり、はい、抽象してるんですけども、ポージングとかもね、なんかかっこいい感じ、ね、無理に体が曲がってない感じになってますね。はい、まあ、これかなりかっこいいような気がするんですがね。はい、でこれの色を表現しようとするともう筆塗りしかないのかなってちょっと思いながらね、なんかラップ塗装っぽい感じもしますよね。はい、まあ、光でこう見えてますよっていうことなんですかね。で、ゼラーナがこちら側、キューキットだとこちら側ね、ここら辺にいたゼラーナが、まあ、ヴィランビーがここに来て、ヴィランビーゼラーナを守ってるダンバインという感じの描写なんですかね。なのでこう対角線上に、いるのかなと。まあよく考えられた箱絵で、この箱絵をはっきり覚えてなくて、うっすら覚えてる方だと、あ、キューキットの箱絵まんまだなってなっちゃうと思うんですけどもね。はい、まあ、少し時代とともに、リアルなね、戦争というかね、戦いのリアルを追求した位置になってるのかなと。そしてヴィランビー以外にもこう勝者ね、なんか大砲的な撃ってますんで、まあ、このヴィランビーだけではなく、このヴィランビーの後ろにもゲドがいたりとか、ドラムロがいたりとかするんでしょうね。そうなるとこの箱絵をつなげた感じの箱絵でヴィランビーね、ヴィランビーの戦ってるこっちにちょっとダンバインが映ってて、そのヴィランビーの後ろにドラムロがいてっていうのがね、箱絵としてつながってくれると、ここ切り取ると一枚の絵になりますよとかね、そういうのをやっていただくとボックスアート的にすごくかっこいいのかなと思っちゃいますね。はい、長々と喋ってましたよね。ダンバインだと熱が入りすぎますもんね。はい、早速開けていきましょう。もう色はね、なんかあの旧 HG のダンバインと似てるなっていう感じがしますね。はい、はい、説明書裏がねこんな感じになっております。そしてシールがラインシールみたいな入ってて、ここら辺でしょうね、こう筋というかね、入ってるのがシールで再現してくださいよということですね。塗装する方以外はね。そして、ダンバインキット特有のこう線ね、銅線みたいなの入ってますね。はい、ただのビニールパイプではなくね、中に多分金属が入っててね、こんな感じで曲げてもその形を維持する形になってるみたいです。昔のキットに比べるとちょっと短い感じがするんですけどもね、まあそれほど使わないというか、型のここだけですね、はい、多分で、意味深なパーツがございます。はい、こちら胸のね、コクピットハッチみたいなね、なんか甲羅を磨いて透明度を上げたみたいなね感じの、ちょっと傷入ってますね、なんでしょうね。で、こう見るとこうなんかマジョーラカラっぽくね、テカテカ、新技術でしょうね。あ、テカテカしててね、あ、なんかあのそれこそ昆虫の外殻みたいなね、なんか虹色に光る外殻を持ってる昆虫いますよね。そんな感じに見えますね。はい、ちょっと傷入ってるのはちょっと残念ですね。まあここは多分こっち側で隠れるからいいだろうということでね、なってるのかな。はい、これ磨いちゃうと多分この表面の処理が取れちゃうと思うんで、裏から見るとこの色なので、こちら側になんか散布色を塗ってるんだと思うんですね、こうシュッとね。なので、傷入ってると多分バンダイさんに言わないと治らないのかな。こっちじゃなくてよかったなという感じしますね。まあこっちだと隠れるますからね。はい、これ意味深ですよね。ここまでつなげてワンパーツでいいのが、ちゃんと2パーツに分かれて、この下も
再現されているということは、これを使って何かしなさいということなんでしょうね。はい、では早速釣ってまいりたいと思います。はい、完成しました。まあよく考えられて作られてるね。そして PC パーツ、こういうのね、こういうのが入ってない新しい感じのねプラモデルで、股関節がね、ここですね、股関節がすごくね、重なり合っててね、細いんですけど強度が出てるようなね感じで、で、まあ二重関節になったね、こう一本が二重関節になったりする、すごくよく考えられたキットなんではないかなと思います。はい、まあまあ例えばこれと比べるとちょっと違うかなっていうのがねありますけども、まあこうなぜかこう何ですかね、まあ改造編でね後日お届けしようかと思うんですが、ちょっと違うなっていうところはね、ありまして、まあ箱絵の通りにやっといていただければよかったのになっていう感じがするんですけどね、これは改造してね、はい、対処していこうかなと思います。はい、こんな感じですか、はい、こんな感じで、まあすごくね本当によくできた感じので、この羽のところもね胸と一緒で何か塗ってあるみたいで、はい、こんな感じですか。ちょっと予報ですか。こうすると多分ね分かると思うんですけども、はい、首が長い首が長いのと、ちょっと顔がここ後ろ大きすぎるのかな、上の方も下の方もちょっと大きすぎるのかなとありますのでね、そこら辺ちょっと何かできればなと思いますけども、獅子の感じはねちょっと腕長いかなと思いますけど、まあダンバインなのでね、こんな感じでいいのかなと思います。はい、もちろん鞘から剣がね抜けます。で、グー手がこういうねグーの手が左右ついてますのでね、持たせることもできると、こんな感じね。まあまあまあかっこいいかなと思います。さっきのキットと比べてかなり身長が前後がね伸びてるような気がするんですが、まあ実際どのぐらいなのかなと、まあ、大体ですけどね測ってみましょうかっていう感じでね、頭のてっぺんね、ここまでで132ミリぐらいかな、132か133ということでね、はい、計算してもらうと分かるんですけどね、はい、まあスケール的に72分の1ということでね、はい、どんぐらいなんでしょう、ちょっと計算してみましょうか。はい、こちらね旧キットの説明書なんですけど、これにねメットで高さが書いてます。まあ多分メートルだと思うんですよね。まあ正式にはバンダイさんが出してる130ミリぐらいが72分の1かもしれないですけど、 6.9 メーターだと考えると72分の1は約96ミリ、 95.833 ということでね、ちょっと大きいのかなっていう感じはしますね。で、バンダイさんが出してるこちらの旧キットね、旧キットの方の、まあ、ちょコンバーター始めましたけどね、はい、改造中の、体重改造中のやつと比べるとこんな感じです。はい、なのでヴィランビーが
9.2メットなので 9.2メーター、 6.9 メットなのでね、2メーターちょっと大きいということで、まあ、発売、予約がね、はい、もう開始されて最近も頼めたんですけども、はい、72分の1ヴィランビーはこのダンバインよりもかなり大きい感じになるのかなという感じですね。まあ、このダンバインのサイズで72分の1正解だとするとサーバイン、先んじてね発売されたサーバイン、HG サーバインのあの大きさはなんとなく理解できるかなという感じがしますね。こちらの方は、まあ、6.9 メートルっていうのは 6.9 メーターじゃないよっていうね設定にもしかしたらなったのかもしれないですね。はい、ということで比べるとねかなりこれもちょっと伸ばしてるんですけどね、タイヤね、かなり、大きいサイズになってますのでね、昔の旧キットのイメージでもし買われる方はお気をつけくださいということでね、かなり大きくなっている、まあ、ガンプラとあまり変わらない感じになっている、角まで含めるとガンダムよりかなり大きいですかね。はい、ということで、はい、今回は待望の嬉しい発売、72分の1 HG ダンバインがとうとう発売ということでね、まあ新しいダンバインね旧ダンバインが出てたんですけどね、旧ダンバインとちょっと比べる動画とかをね出される方も多分おられると思いますんでね、そこら辺はまたねそういうの見てからご報告しようかなと思います。はい、と顔ちょっと大きいし首長いんで改造編もお楽しみにということで、武装はオーラショットが2つ、ね、で、剣が1本ということでございます。はい、これ後ろに刺して背中に刺してね、ベースにくっつける、ね、感じのやつもついてますということで、それではこの動画面白いと思いましたらグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターの方よろしければね、リーラボも経営研究所ということでね、アシスタントと一緒に、いろいろホビー系のことをやってるチャンネルございます。そして新たに始めました店長のモケビアチャンネル TV かっこ笑いではね、旧キットと呼ばれるプロモデルを筆塗り全塗装で仕上げていくというね、やってますんでね、そちらの方を見て楽しんでいただければなと思います。それではさよなら。